俺たちのジャパンへようこそ。挨拶、ゴミ拾い、列の後方に並ぶ。私たちが何気なく行っている行動も、海外の人にとっては驚く行動に思えるのを知っていますか？今回ご紹介するのは、反日精神の強かった韓国人の男性。彼は留学で日本に来た時に、日本の何気ない当たり前に衝撃を覚えます。そんな彼が日本で経験したのは何でしょうか？どうぞぜひ最後までご覧ください。大丈夫だって、低レベルな日本に行ったって学ぶことは何もないしさ。あの時俺はそう言って周りの友達と一緒にバカにしていたんだ。今思うととても恥ずかしいことだったって思える。でも俺にとって日本って国は低レベルで、技術に関しても芸能に関しても韓国より下って思っていたんだから、周りと一緒にバカにして笑いながら俺はこうやって言ったんだ。見てろって、戻ってきて第一声は日本は底辺だったよって言うからさ、なんて。あんな経験をするまでそう思っていたんだから。そしてそれを綴った俺の投稿がある意味で世界中の人から反響をもらうなんて、あの時は思いもしなかった。俺の名前はソジュン、韓国のソウルに住む20歳だよ。実は2年前まで俺は日本が大嫌いだった。日本製品不買運動にも参加したし、竹島問題とかで文句を言う日本が大嫌いだったんだ。もちろん同級生にもそういう子は多く存在していたよ。僕は彼らと一緒になって日本の文房具は使わないで韓国製にしたり、ノージャパンを掲げて歩いたりしていたんだ。その時はまだ俺は18歳。とにかく仲間とお祭りって感じではしゃいでいたんだ。ネットでみんなで日本の悪口を言って、日本は汚い国だとか、ゴミが多いとか、韓国に来た日本人観光客は平気でゴミを捨てていくって投稿を見て、さらに煽ったりして。でもそんな俺に思いもよらないことが起きたんだ。それが日本留学に選ばれたってこと。反日運動をする前は、俺はサッカーにハマっていて、日本での留学を希望していたんだけど、まさかの日本嫌いになったタイミングで日本に留学が決まってしまったんだよ。俺は日本に行きたくない。そう親に言って両親と揉めたりしたんだけど、当時18歳の俺には、せっかく子供の頃から希望していた留学候補に選ばれたのにって両親に言われた。日本に行きたくない。正直そう思いながら、俺はしぶしぶ行くことになったってわけ。もちろん俺は日本が嫌いだけど、両親は日本を嫌と思っていなかったのもある。俺は仲間に、大丈夫だって、低レベルな日本に行ったって学ぶことは何もないしさ、とか話しながら、日本に行って戻ってきても韓国より下だったって笑う自信があるよ、なんて冗談で話しながら日本に行くことを伝えたんだ。日本なんて本当に底辺だろ？だったら俺が韓国の素晴らしさを逆に教えてやるよ。そう思ったら、嫌だった日本行きも違う意味で楽しくなっていたんだ。しかも俺の他に留学生になったのは、同じく反日運動していた人だったし、みんなで半分旅行気分だったよ。俺が留学したのは日本の新潟県って場所。なんだここ、東京じゃないのか。早く韓国に帰りたいとしか思えなかったから、俺が通うことになった学校でも俺の態度は変わらなかった。みんな最初は韓国人の俺と珍しそうに話してきたけど、俺は日本人だから仲良くしようと思わなかったんだ。一人でいい、どうせ日本人と仲良くしたいと思わないし。そう思って基本一人でスマホを見ながら韓国に帰りたいって思っていた。日本でもせめて東京だったら遊びに行くところが多いのに。反日運動前だったら日本に行けるとはとても嬉しいと思っていたことが、今だととても嫌になっているんだ。そんな俺にサッカー部の日本人であり、俺のホームステイ先でもあるケイスケが声をかけてきたんだ。なあ、ソジュン、よかったら日曜日に出かけないか？
日曜日？何かあるのか？正直日本に留学して同じく来たサッカー仲間以外と仲良くしているのはケイスケだけだった。ケイスケは日本嫌いな俺を気にしないのか、いろいろ連れ回してくれるんだ。いいからサッカー部もないし暇だろ。失礼なやつだな。まあいいよ。俺が言うとケイスケは楽しそうに、じゃあ日曜日なって言ってくれた。何をそんなに楽しみにしているんだろう。なんかライブでもあるのか。そんなことを考えながら迎えた日曜日、ケイスケは寝起きの俺とその他留学生仲間を連れてとある場所に向かったんだよ。そこは小さな公園で、俺たち以外にも数十人くらい集まっていたんだ。みんな俺たちを見ると、よく来たね、なんて言って袋を渡してくれる。なあ、ケイスケ、何をするんだ？って俺が思わず尋ねたら、ケイスケはニコニコしてこう答えたよ。ゴミ拾いだよ。韓国でもしたことないか？って、正直ゴミ拾いなんてみんなで行うことをした記憶はないんだ。もちろんサッカーの試合とかで散らかったゴミを片付けるのはニュースで見たけど、まさか自分もするとは思いもしなかった。なんで俺たちが？って思わず言うと、ケイスケはこれも日本文化の体験だしやってみようって無理やり参加させてきたよ。汚いゴミを拾うなんてそんなの俺の仕事じゃない。そう思って俺はいやいや最初は行っていたんだ。でも自分以外に参加している小さな子とかを見ると、19歳になる自分がゴミ拾いをしないなんてありえない。変なプライドもあって、俺はそれからもケイスケに誘われるまま何度も参加したよ。やっていくうちに俺は地域の人にありがとうって言われる言葉が嬉しく感じてきたんだ。だってただゴミを拾っているだけだぞ。それなのにみんな朝から偉いわねとか、ゴミを拾ってくれてありがとうって自分のゴミじゃないのに言うんだ。ケイスケ曰くゴミ拾いは日本文化の一部だって言えるらしい。また学校や地域などで定期的に行われる清掃活動やゴミ拾い大会なども日本では当たり前のようにあることなんだって。ゴミ拾いの他にケイスケと一緒に近所の自治会の祭りに参加したり、俺が参加したのはケイスケの住む町の伝統のお祭りだった。地域の人が開いた出店に子供が買いに来るからそれを並ばせる役だったり、小さなくじの係員として俺や友達は借り出されたんだ。正直日本の祭り文化に驚いたよ。韓国では年頭祭やマッド祭り、花火大会などのお祭りがあるけれど、実はどれも過去10年から20年ほど前に始まったとされるお祭りが多いんだ。でも日本の祭りはケイスケ曰く江戸から続いているものも多いって言うんだぜ。ちなみに江戸時代っていうのは1603年頃だから、軽く見ると400年も続いているってことだろう。しかもこの祭りもお金も発生しないボランティアだ。実際出店をしている人もボランティアが多いらしいし、実店舗の人以外はお金は自治体費用になるみたいだ。お金が発生しないのにみんな笑顔で対応しているのには驚かされたよ。しかもみんな俺を見るとありがとうって言うんだぜ。会計をしてお釣りを渡してもありがとうって言われたり、誰にでも感謝する日本人にはびっくりだよ。俺は留学中、日本は底辺だから絶対バカにして帰ってこようって思っていたけどさ、いざ見たら全然そんなことなかった。最初は嫌々だったゴミ拾いも草むしり、廃品回収なども俺はケイスケに続いて行動するようになっていたよ。他にも日本で驚いたのは、ご飯を食べる時のいただきます、ごちそうさまなどや、自分が食べたものは自分で片付けることなどだったり、電車に乗った時にお年寄りに席を譲ったりする人もいた。最初驚いたけどケイスケに聞いたら、え、普通じゃないの？って驚かれたよ。日本の電車だと非常に混雑していることが多いらしいんだけど、その中でもマナーを守って静かに乗ることが求められるらしいんだ。
当たり前だけど、例えば携帯電話の着信音を消す、席を譲るなど何気なくしているよ。え、当たり前なのか？ああ、韓国じゃ違うのか？俺はとても驚いた。電車で通話している人なんて当たり前にいるのが韓国だ。しかも席を譲るなんて俺にはできない。最初はびっくりすることだらけだったけど、さすがに韓国人は当たり前だろってケイスケが煽るから俺ができないはずがない、そう言い聞かせて日本にいるうちは気にかけるようにしたんだ。今思ったら俺に変なプライドがあるから、ケイスケがお前なら普通のことだろって言ってたんだと思う。あいつには頭が上がらないよ。そして韓国に帰ってからも俺はゴミ拾いを行った。俺が留学を終えて帰ってきた後は周りから日本はどうだったって聞かれる。みんな日本は底辺だったよっていうのを期待していたんだと思うけど、俺はそんなことは言わなかったよ。実際戻ってきて俺が第一に行ったのは部活後のサッカー場のゴミ拾いだった。いつもは何気なく見て見ぬふりをしていたけど、サッカー場はゴミだらけ。前の俺ならむしろゴミを捨てていた側だったかもしれない。でもそれを拾うのは掃除の人だけだろうって思っていたんだ。そういう人ばかりだからゴミが多いんだな。そう考えて俺はゴミを拾うことにしたんだ。何気なく拾っていたらそれをコーチに見られて尋ねられたんだ。だから俺は言ったよ。気になって仕方ないんです、だってこんなに汚いのにってね。それを聞いてくれたのか、コーチは次回からサッカー部でのゴミ拾いをするようにしてくれたよ。みんな文句が多かったけど、俺や他の仲間が日本だと普通だぞって言うと、みんな変なプライドがあるんだと思う。何も言わずにゴミを拾ってくれたさ。これもケイスケに言われたことをそのまま言っているだけなんだけどね。俺や他の留学仲間はゴミを持って帰るように広めようってなったんだ。誰かにすごいって言われたいとかじゃなく、日本の人に見てほしいっていうのが強かったんだと思う。ケイスケや一緒にボランティアをしたメンバーに、俺たちが韓国でも行っているって知ってもらえたら嬉しいことはないからね。俺は早速 SNS で今まで日本をバカにしていたこと、でもボランティア活動や日本で過ごした日々で俺たちが変わったこと、今では自分たちでゴミ拾いなどを行っていることをネットで日記のように書いてみたんだ。日本の人の目に留まってほしい、そんなことを考えていたら、俺の行動はネットで結構な評判を得たんだ。しかもきちんとケイスケにも見てもらえた。すごいよ、まさか韓国に行ってもやっていたんだね。当たり前だろ、日本人にできて俺ができないわけないだろ。はは、素順らしいな。そう言ってケイスケは俺を褒めてくれたよ。俺はそれ以降もゴミ拾いなどを進んでするようになったし、何気ないことをするようになったのには両親も驚いたくらいだ。ゴミ拾い以外にも、俺は自分が食べたものは自分で洗うようにしたし、今では会計の時もありがとうってレジの人に言うようになった。感謝を伝えるようにしたらみんな驚いた顔をしていたね。でもそれが日本だと普通なんだ。当たり前だけど、それを今までしていなかった自分が恥ずかしいって思えるよ。特別にしているわけではないけど、俺は日本に行けたことがとても良かったと思っているんだ。あんなに底辺な国ってバカにしていたけど、日本はそんなことなかったよ。俺はまたケイスケに会いに日本に行こうと思っている。もちろんもう反日運動なんてやめたし、日本をみんなにもっと知ってほしい。僕がびっくりしたのは、日本人は行列に並ぶとき最後尾を探してそこに並ぶことだな。海外では人が集まっていれば先頭まで行って様子を伺い、悪気はなくそのまま列に参加してしまうなど、順番はあまり意識していないもん。日本をバカにしていたけど、実際日本のおもてなし文化はすごいからね。私もゴミ拾い運動をしている学生をネットで見たわ。
ゴミ拾いとか環境のことも考えていて、本当に素晴らしいと思う。日本人がよく使うすみませんという言葉は、謝罪の他にも軽い声かけやありがとうという感謝など、様々な意味合いで使われているんでしょう。日本の文化と言うべきゴミ拾いは世界でも評価されています。実はこのゴミ拾いは SDGs スポーツとして、最近ではプロギングというスポーツになっていたりします。プロギングとはジョギングをしながらゴミ拾いをするというもので、体と心、そして街もきれいになる新しいフィットネスなんですよ。スウェーデン語のプッカウップ、拾うと英語のジョギング、走るを合わせてできた造語で、2016年にスウェーデン人アスリートのエリック・アルストロム氏が始めたものです。現在ではプロギングは一大ブームとなり、世界100カ国以上で楽しまれているみたい。皆さんは日本の文化や常識的に思っていたことで、外国の人に驚かれたこと等はありますか？よかったらコメントお願いいたします。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。